通に三角ベース。で、前からゴムを回します。そして、一度前に倒し込んで、ちょっとスプレーを打って、で、前に YouTube で出してる形の X 止めでプリンプアップにも載ってる接通りピンを切ります。そしてバックを803で803で3つに割ってハーフムーンに入れて、そして501で501で引いたら親指と人差し指の中の人差し指の方で人差し指をこうプッシュで上げてそこに通してピニングします。そしてダブル止めでスモールでロングの足の方1個取りました。こんな感じですね。そして次に逆手で取って左手でくるくるとねじって、でねじった側にこれを持ってきます。でロールの中をピニング、そして最後にここをセンター部分をほとんど巻いてないストーンとした生っけの状態で、そしてここもピンが跳ね上がってきますので倒し込みのダブル使いで、一応ここに簡単に止まってます。そして
451の Y 字ブラシを使って803で後ろに流れを作ります。そして451で丸みを出して人差し指を中に入れて託し込んでいきます。そして変形 C ピンにして託し込んだ側からインナーに留めます。そして逆サイドを後ろから少し圧力をかけて451で丸みを取って手のひらの上に乗せて こちらもやっぱり託し込んで そしてフィニッシュのラインで I 字で手に巻きつけて巻きつけてきます。もう一つ、ちょっと洋服に入ってる色でこう作ってます。